あーイラッとするねこれね。これはイラッとするね。でもみんなリツイートしといて。さあ準決勝 BM 対決ルーワサわさびルート。ルーさんは竜なのでなんか BM っぽい側の組み合わせですね。わさびさん自体ルー竜と戦うのはすごいなんか久々なんじゃないでしょうか。ルーリュー自体は今度はシンクレスボディ当たってハマーマウンテン。エクショリューダンプロ中足竜巻、いい判断でした。ゲージ使わずにしっかり倒しきります。速投も灼熱もいらない中足竜巻でぴったり倒しきりでした。ブロッチは灼熱、今度は画面を押して、おーおーおー投げ式の外、ダイゴス X みたいなダイゴスだったな。しゃがみ中盤タイク、今度はジャンプ中盤、うせえ真空でも使い、うますぎる、かくってなーい、マジか。フォア真空届くのかと思ったらしゃがみぐらいでも届かなかったね今ね。距離遠すぎたか。今度は昇竜真空、うんー、まだ攻撃待ってました。10パンブロられてから大パンしゃがないでしたね。ゲーム馬をムーブでしたね。お差し替え七足今投げる、エルボー逃げてや、わーケアしつつ空中でパーマ当たって陣地を戻す。ルーさんがスタン直前だが、まい、おー即答マジで言ってんの。ミートには昇竜、画面端なら状況作れるか、早めにハンマーで暴れてきた。ただ飛びかくったように見えたが、いろいろ工作してコパンで落としてブロおじさん、綺麗にブロリ切ってハンマーマウンテン、そして画面端パームシュートでおかわりは中断、倒しきれずあるのか、投げてここでミート。さあ仕上がり万全ですかね、キャラは違うけど。今のブロッキングタイムは ISB って感じですね。さあパーリーズと海外勢のコメントもありますが、投げる3本目どうする、中ボス中盤速投当たらず、んー、ヒューゴうまい反撃があるのかどうか、難しそう。フォアシュパーム、なんか空対空の攻防が激しいよな。今度は竜がスピードで勝負に来る、中足灼熱、逃げてやー。この竜は誰ですか、ルーさんです、ルー竜ですね。開幕ダッシュ人は結構やりに来てる。シンクガードで、だったー裏にアドレちゃった、珍しいラリアット。さあミート竜巻から、おお、その距離です、すげえな今の。
高めの飛びから投げて、うわーそこでムーン、これはもう投げキャラの真骨頂ですね。さあフルラウンド、小足3つから真空しゃがみでも、まあ、ヒューゴには 2.5 割、まあ、3割弱くらいか。地上の差し合いが激しいな。ボディブロって、これは大チャンス。龍はほぼ完走できずだが、シュートの隙にはチュラサズマキ、登り中盤、うん、ジャンプ中盤で徹底的に攻める。あはははEX 剣みたいな真空竜巻でしたね。ありゃ無理だ。勝ったな、ルーさん。